コンサート、クイーンのそのクイーンっていうか、まあ多分フレディなんだけれども、不思議な戒律があって、コンサート終わった時に彼が舞台を降りてから楽屋に行くまでの間に女は目に入っちゃいけないって言われたのね。なんかわかんないけど。あ、そう。うん、それで、もちろん関係者が、裏にいたりするから、とにかくその、ステージを降りてから楽屋までのこの動線を全部スタッフが見回って、誰もそこの間に特に女は立ってちゃいけないとか言って、だから私なんかどっかに隠れさせられて、こう隠れて。スタッフでも女は。うん、ダメなの。やっぱり会議中に話の目が変わるな。話が変わる。やめようよ。すいませんでした。なんかね、何なんでしょうね。やっぱり彼のなんかこう中にあるんですね。あるんですね。そう。それでみんなでわーってか隠れて、それで、で、なおかつ、彼が入った楽屋には一定時間まで、誰も入っちゃいけない、うん。で、入って良くなったらお付きの人が出てきてもう大丈夫ですよっていうと、まあ、重要なゲストとかいるじゃないですか。そういう人を入れるみたいな。うん、感じだったの。なんか、とにかくね、その、女が目に入っちゃいけないとか言われて、なんで隠れなきゃなんないんだろうとか思ってたのよね。すごい印象的。まあ、ジンクスはジンクスだけど、うん、フレディだけはね、面白かったですよ、それは。まあ、きっとその、ジェンダーっていう面で、なんか、でもね、やっぱりかなり、やっぱりそういう意味ではね、すごく、神経質なところもね、あったの。やっぱり一番最後の買い物の時が一番リラックスしてた。要するに明日歌わなくてもいいわけだし、うんうんうん、ね、ハメ外しても、だからその時には本当にレキシントンに行って、Born to be Love You がかかったのすごい覚えてるのね。Born to be Love You がかかったら、ネクタイを腰に巻いて、うん、なんかおっさんみたいに、それでフロアで踊り出したのは、フレディが？そう、もうレコード会社の人もみんなで発言でした。だから多分かなり最後の来日になっちゃったんだけど、うん、その買い物がね、はやっぱりリラックスしてたのかなって、楽しんでた感じでしたね。ミュージカルの、うん、を見に行った、あれはね、たまたま毎晩だいたいその渡辺美沙さんとお食事をしたりするんですけれども、したらある日その美沙さんが、5月だったんですけど、連休のね、5月の何日は、ちょっと私、都合が夜つかないわっておっしゃったんですね。で、そしたらフレディがどうしてって言って、いや、私、そのキャッツって劇団四季のやってるキャッツが、西新宿でずっとやってたのが、南新宿に移ったんですよ。で、南新宿で移って、再オープンの、そのプレビュー公演っていうのがその時期だったんですね。で、それにご招待されているから、いけないわっていう風に言われて、そしたら、そうなんだ、でもキャッツ僕も見たいなとかボソッと言って、でも行くって言ったら、フレディが行きたいとか言うので、まず、チケット手配して、それでプレビューに行くことになったんですね。で、多分その時に、そのチケット手配する時に、誰が行くっていうのを言ったんでしょうね。多分招待制のプレビューだったから。なので、向こう側も、主催者側の劇団四季も多分知ってたんですよ。で、入っていったら、あさりさんが、あさりさん、当時のその劇団四季の主催だったあさりさんが出てきて、こう握手なさって、ミサさんと、フレディと握手なさって、で、入っていった時に、なんと、アナウンスされちゃったのね。最低でしょ。最低でしょとか言っちゃった。アナウンスされちゃったんですよ。すっとね、なんか、今日は特別ゲストとして、クイーンのフレディ・マーキュリーさんがいらっしゃってます、みたいなことをアナウンスされちゃって、いくら劇団四季のに来てるファンの人たちがね、音楽とは違うって言っても、やっぱりクイーンは当時国民的なバンドだから、いきなりザワザワザワとかなって、そう。それで、始まっちゃったら大丈夫だったんですけれども、途中の休憩の時に何にも多分アナウンスしなければ多分分かんなかったと思うんですよ。うん、フォーカスされたんで、写真が出てるから、お分かりだと思うんですけれども、あの感じだと多分、フレディは普通は分からないはずなんですけれども、まあ、アナウンスされてしまった。で、アナウンスされてしまったので、休憩時間があります。休憩時間中にファンが寄ってくる様子になったら、劇団四季の人が、あ、
あのファンが寄ってくるんで、あのこちらの方にお部屋ご用意しましたとか言われて、だからフレディに、あのいやお部屋用意してくださったから、じゃあそっちに移動しましょうって、今度移動したら、今度移動した先でキャストが全員待ってたんですよ。キャッツのね、キャッツのキャッツのキャストが待ってて、なおかつそこにたまたまその日になんか来ていた中国の視察団の人たちも一緒にいて、わけのわからないうちにそこで記念撮影しましょうっていうことになって、それで撮られたのが例のあのフォーカスかフライデーか、あの時なんだったんですかね、載った写真だったんですよ。それで私は怒られました、後で。フレディに？うん、フレディに怒られました。うん、なんでね、うん、だって私は劇団四季の人がこちらへって言ったからそのまま訳したんだけど、うん、なんでね、僕は休憩できると思って行ったのに、とか言って言われて、うん。だから、で、おまけにだってフォーカスまで呼んでたんですからね、劇団四季は。うわ、呼んでたってことですよ、後になって出てるの、ね、うん。だからフレディ・マーキュリーがこの日行きますって言ったからすぐに。そう、多分、だから多分チケットを手配した時に、広報の人がこれは自分たちの宣伝になると思って、でも我々の方にはそういうようなテレビが来て、あの、フォーカスが来てるというふうに言われずに、言わずに。こんな感じ？で、こういう感じで、だから本当は。それ、あの、こうした方がいいんだよ。うん、こういうですね。違うよ。こっちくっつけてください。違うよ。違う。どう見えてるか分かってる？あ、そうか。はい。じゃあ、俺がこっちで、リキ、うん、さんが、うん、こっちだよ。うまく合うかな。もっともっともっとこっち。そう。すんまへん。で、この、うん、このね、説明しますと、この前に映ってるのはグリザベラっていう主演の、志村さんって人なんですけど、ここの。指さして、指さしても。これがキャッツの主演の人なんですね。で、ここの、この方と、この平服のこの方とこの方、うん、まあ、ここ横向いてる方なんですけど、これが中国の視察団だったらしいですよ。縁もゆかりもない中国の視察団がたまたま来ていて、で、あの、休憩だって言われて。一番前の真ん中にいるじゃない、視察団。そう、休憩だって言われて、多分この視察団の人たちは、クイーンは多分当時の中国を考えると、クイーンは何だか分かんなかったと思います。そうだよね。この背広のおじさんが誰だか分かんなかったと思いますよ。うんうん、とりあえず映っとこうみたいな。そう、はい。そういうことで。で、なんか、あの、劇団四季の中にも、その知らない人がいて、うん、フレディ・マーキュリーが来たんだけど、うん、ただのどっかのおじさんだと思ったみたいな。あ、そうです ね。なんか当時のその舞台監督の人とかは知らなくって、ね、誰なんだろう、要するに、この後、その劇団四季の、中の人とかに、後で言ってたのを聞いたんですけれども、当時やっぱりここに出てなかった俳優さんたちはすごい羨ましがったらしいんですよね。フレディが来たのってなっていたところに、当時舞台監督だった人は、ここで横で見てたらしいんですけど、あんななんかトラックの運転手みたいな人が、あ、違います。あれね、アサリさんが言ったんです。アサリさんが、その、ね、劇団員の人たちが、来たんですか、羨ましいとか言っていたら、なんかトラックのうんちゃんみたいなやつだったぜって言って、アサリさんが言ったっていうふうに聞きました。でもこれは聞きかじりですけど、まあ、アサリさんはじゃあフレディを知らなかったってこと？アサリさんも多分フレディ・マーキュリーが誰かっていうのは知らなかったと思った。多分、誰かがそのクイーンというバンドの、人ですよって言って、うん、でも、トラックのうんちゃんみたいな。みたいなやつだったぞっていう風に役者さんに言ったという話は後でまた劇で聞きました。でもこれをさっきのね、あれを見るとやっぱりね、普通の人みたいな感じじゃないですか、うんうん、やっぱりレジメンタルタイとかしてて、うんうん、でもそういう意味でこういう感じだったんで分かんなかったんですよね、普通の人は。多分だから、うん、そのフレディ・マーキュリーさんが来てますなんていうことをアナウンスされなければ多分分かんないで普通に見てたと思います。うん、普段着で行かなかったんだね。一応これ、プレビューとか、なんかオープニングに近い。ああ、そういうことなのね。そう、あれだったんですね。だからきちんと。で、特にイギリス人は、やっぱりこのミュージカルを見に行くときに、きちんとした格好をしてくる。特にこれはご招待の日だったと思います、確か。お買い物はさすがに私服。お買い物は私服。うん。うん、でも、ジーパンとかじゃなかったんですよ。へえ。うん、スラックス。あ、ほんと。うん。
そう、あんまりジーパンとか、あ、書いてありますね、ここにね。9月だったんですね、だからこれね。9月24日からお忍びで来日していてって書いてあります。で、この日、10月9日に東京を国鉄新宿駅構内にできた劇団四季のキャッツシアターで開かれたプレビューを見に現れた。ということです。国鉄ですね。で、そうだね。9月24日からで10月9日だから、ここでもう2週間経ってますよね。すいません、私の記憶も曖昧なもので。だからブリティッシュトラッドなので、この記念撮影の中には、ジュディさん映っていた？私は思って、こっち側のカメラマン側にいました。ね、当然のことながら。これはスタッフは誰も映ってないです。ああ、そういうことか。リサさんもいないもんね。リサさんもいないです。実はいましたけどね、みんなね。で、その、フレディは、そのお買い物っていうのはそのなんていうのオリエンタルなものばっかりだったの？ほとんどオリエンタルなものばっかり。でも自分のそういう服も、あ、服は、ね、服は買ってた、服は買ってた。だから服を、余用服以外は本当に香炉買ったり筆入れ買ったり、なんか全部とにかく骨董品がすごく多かった。骨董品と焼き物で、火鉢みたいなね、その焼き物とか。クラプトンはさ、結構スタッフにプレゼントとかやってたんだけど、ジュディさんはどんもらったりした？私は最後の最後、このお忍びで来た時の、最後に、カルティエのペンとライターをもらいました。おお、それは何？サプライズ？帝国ホテルだったと思うんですけど、カウティエの店に連れてってくれて、これどうって言って、一緒に見に行って。そう、一緒に見に行って。一緒にその場で買ってくれた。それは、まだ持ってるんですよね。持ってます。ペンだけは持ってきたんですけど、はい、見ますか？ぜひ。かわいい。ペンはね、これ、ちょっとライターは今日忘れてきちゃったんですけれども、ここ持って、なんて言うんでしたっけ、これ尻尾焼きじゃない、なんかそういうようなラッカーウェアみたいな感じ、なんて言うんですかね、これは。で、うん、実はボーイフレンドもこれの色違いを買ってもらっていた。で、それが手記だっていうか、自伝に書いてあるんですね。そう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 。へえ。なんか、通訳の人にプレゼントを買って、同じものを僕も。そう、僕も買って、僕はライターも買ってもらったって言って、実は私もライターも買ってもらっているんですけれども、彼の記憶ではペンだけだというふうに思っていて。僕はライターも買ってもらったんだ、みたいな。ただ、色違いでね、多分グリーンだったと思うかな、彼は。すごいおしゃれだよね。でも初めてですね、私はこれを。これだけですね、楕円形なんだよ、なんか渡辺の人が言うには、オレンジマーブル、各メンバーについてたスタッフがやっぱりプレゼントをもらったって、なんていうかボディーガードの人たちは毎回もらってたと思う、なんかワイングラスとかね、なんか人によって、だけどやっぱフレディのプレゼントが一番高価でしょうね、高価だからフレディの仕事をした人が一番すごいものをもらってだってもうフレディの仕事をしてるのがいつも社長ですからね。でも要するにもう何度もこうやってクイーンが来日してるんで、そのセキュリティの人もほとんど変わらず毎回同じ人が同じ人についてるんですよ。ロジャーのセキュリティの人はずっとロジャーについてるしっていう感じで、だからある意味その彼らも日本でこう顔なじみになっていて、安心感がやっぱりありますよね。でもちろんスタッフ側もみんな分かっているし、だからまあそういう意味で、まあ通訳もっていうことで多分何度もやらせていただきたんだと思う。でも最初にやっぱり、その、やっちゃいけないことをきちんと守って。そうだよね。だってそれまでの人がね、何人もクビになって変わったのに、そこの、ちゃんと言いつけを守って、ひっつめにして、散歩後ろさ。そうだよね。そう、だから、なんていうのかな、クイーンはやっぱり自分が好きなバンドだったからっていうだけじゃなくって、その通訳のそのアテンド通訳がどうあるべきかとか、そういうのも同時に、教えてもらったっていうか、ね、っていうのはやっぱり仕事的に好きじゃなかったらすっごくきついです。